背番号37番柿田由紀です。皆さんからの質問に答えていきたいと思います。移籍やっぱするときはそう1年目何もできずに移籍するってことになってすごい悔しい気持ちが大きかったです。まあ、戻ってくるってなった時の気持ちはやっぱりこうやってやるぞってそのリベンジっていうかその何もできなかったことへのリベンジをしたいなってい う, こう気持ちで帰ってきてます。アントラーズ帰ってきたアントラーズだなって思いましたね。もう大きく変わったのはやっぱ環境ですかね、クラブハウスですいろいろあるんですけど、まあ、そのやっていくためにこう J リーグでやっていくためにいろいろ勉強してきました難しいな、これって言ったものはちょっとないです。そうですね、まあ、やっぱ雰囲気もいいですし、やっぱりこのアントラーズにしかないこの雰囲気は好きですね自分は。まあ、やっぱり自分が育ったクラブでずっと小さい頃から憧れてやってきたクラブなんで、まあ、ちょっと偏見が入っちゃうかもしれないですけどかっこいいなって思ってました。そうですね、まあ、ゆうまくんとはたまに電話したりしてましたね。俺が結構その他のチームでゆうまくん海外多分ベルギー行ってる時にこういろいろ移籍のことで相談したりとかはしてました。まあ、やっぱりずっとレンタルで出てる中でも鹿島は自分と契約してくれてましたし、まあ、やっぱりずっと自分がお世話になったクラブなんでいつかやっぱりこの日本を来て活躍したいっていう気持ちはずっとあったんで、やっぱそれがきっかけです。荒木選手かっこいいと思います。はいそうですね、仲いいんで、はい、好きです柿田軍団作るとしたらですか。いやもう結構みんな鈴木軍団に入っちゃってるんでいないですね。仲良くなりたい選手ですか。いやそれはもうみんなとやっぱ仲良くなりたいです。いやびっくりしました、それが一番。やっぱ帰ってきてめっちゃ綺麗になっててお風呂もついてて、はい、びっくりしました。まあいろいろあるですけどやっぱりあるあるか、まあ、自転車めっちゃ速くなりますね、漕ぐのとかですかね。いやまあ一番はやっぱり優勝したことですかね、高円戸、はい、取ります。大気とかはめっちゃ LINE 来るし、まあ、あの年末年始あったりとかも結構ありますね。まあ、やっぱり1年目37番だったしそういう番号なんで、はい、選びました。小さい頃は鹿島が大好きだったんでマルキーニョスが大好きでした。どっちかというとこう一生懸命やってで戦うっていう部分が持ち味なんでそういうところだと思います。いろいろあるっすけど、最近だったら去年だったらその鳥栖の時だったら浦和戦の決勝ゴールとかですかね。まあ、まずは2桁ゴール目標にしてそこからもっと重ねていけたらなと思ってます。やっぱり鳥栖の選手とか一緒にやっぱやったことがある選手は楽しみです。鹿島の対名古屋、あの俺が1年目の時にデビューした試合はやっぱ思い出残ってます。まあ、いっぱいいますけどやっぱり仲良かったのはユートですかね、岩崎。知り合いいっぱいいるんで負けたくないですね。勝って、はい、勝って挨拶しに行きたいです。佐賀かシシリアンライスっていうのがあって佐賀、それがすごい美味しかったです。まあ今だったらやっぱハーランドとか、まあ、目標っていうかどっちかというと勉強って感じですかね。こう動くんだとかハリー・ケインとか、プレミアリーグ結構好きなんでそのプレミアリーグのフォワードよく見ます。歌はオールジャンル聴きますで最近その三木道山さんとあの一緒になんか仕事というかそういう絡む機会があったんで三木道山さんの歌は聴きます。アイドル聴かないんですよね。アイドルは本当に知らないです。焼肉です。タンハラミあたりですかね。焼肉です最近はやってないですけどゴルフだったり、俺買い物とか結構好きなんで買い物ゴルフが多いですかね。可愛い系です着てきてほしい服装すごい質問だな。いやそれは似合ってればいいんじゃないかなと思います。チャームポイントもうスタイルいいことですかね。いや結構もう仲いいですね兄弟、はい、なんか会う機会やっぱ少ないんでその分仲いいです。まあガッキーとかですかね。そこは昔から多分それなんで、よく寝てよく食べることです黒チャンネルガードマンですいやあれはちょっとユートがいないとできないかもしれないですね。恥ずかしくて自分下手なんで。2桁ゴールは取りたい個人的には、まあ、やっぱチームとしてはやっぱ鹿島は優勝っていうのしかそれ以外の目標はないと思うんで、はい、それはチームとしては優勝です。1年目とは違う姿を皆さんに見せられて
活躍して優勝できるように頑張るんで、一緒に戦いましょう。